それでは行きましょう。ガチャを引こう。お願いします。ゴゴ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 ゴはい、どうもみなさんこんにちは、太陽です。今日もジャンプチやっていきたいなと思います。で、まずはですね、いつも通り、まあ、トングロのね、成長記録といったところなんですけども、じゃーん、ついにですね、トングロ弟も、まあ、めでたく運マックスになりました。で、今ですね、あの技レベルの方をとりあえず上げて成長させてる途中ですね。まあ、これで全属性、まあ、とりあえず運マックスができましたってことで、まあ、4体目のね、運マックスキャラクターになります。で、今回なんですけども、まずお知らせの方が、ま、新しく来てまして、天地無用取扱い注意ってことで、新しいね、技経験値のイベントが、明日、明後日かなからより開催されますと、まあ、言ったところのお知らせが来てます。あとは皆さんがね、最も気になっていたのが、こちら、ニューヒーローガチャ。こちらが本日、まあ、15時から実装ということで、今ね、ついさっき実装されたばかりになってます。で、最もこの中で欲しいキャラクターは、もちろん、ナルトがやっぱ欲しいですね。まあ、他にも新しいキャラクター実装されてるんですけども、まあ、個人的には、ナルトがダントツで欲しいと、まあ、言ったところですので、今回ガチャ、引いていきたいなと思います。で、こちらがね、ニューヒーローガチャ、渦巻きナルト大玉螺旋丸、こちらを、まあ、使えると、まあ、言ったところなんですけども、まあ、狙ったキャラクターをね、ピンポイントで引いていけるか、まあ、これはね、なんとも難しいところなんですけども、まず出現キャラクターの方見ていきましょう。で、ついでにトンチンカンっていう、まあ、作品かな。うん、あんまり自分よくわからないんですけども、からキャラクターの方が出ています。あとはドーベルマンケージという作品の方からも、キャラクターの方出てますね。あとはナルトから渦巻きナルト。あとはボーイから、これなんて読むんだろうね。うん。こちらも新しいキャラクター来てますね。で、こちらのキャラクターの出現確率が、まあ、かなり上がってるということなんですけども、まあそもそもね、星5の確率自体はそこまで高くないので、ちょっとね、引き寄せていきたいなと思います。てなわけで早速引いていきましょう。最近ね、くじ運あまり良くなかったので、まあ、ここら辺でね、ちょっとね、ビシッとこう見せていきたいなと思います。それでは行きましょう。ガチャを引く。まずは次の画面、まず青からスタートですね。それでは皆さん行きましょう。ガチャを引こう。この次、おお、早速ね、まあ悲しい感じになってますけども、ちょっとね、続けていきましょう。ね。ナルト。ナルト頼みます。本当にね、欲しい。では、20連目を引いていきましょう。まずは青スタート。それでは行きましょう。ガチャを引こう。お願いします。ゴゴゴゴゴゴ。ゴゴ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 ゴ
あ、でもこれ新キャラですね。あ、さくらじゃん。いいっすね。こちらが今回の新キャラ、ドーベルマン刑事かな、加納さんでいいのかな。あー、ダメージ軽減無視、いいですね。攻撃受け取り 30% のダメージ反撃。ってことは、あれですね、黒子のバスケの、あいつと同じですね。名前が、かがみくんだ。うん。ちょっと待て。やはりね、こう、ピンポイントで狙っていくっていうのは、かなり、こう、難易度が高いと、まあ、言ったところなんですけども、ちょっと期待を込めて、また回していきましょう。これ30連目かな。もう2次画面から出てほしい、本当に。回していきましょう。ポン。それでは、ナルト入れよ。ガチャを。シェゴーゴーブルなかなか厳しいですね、これは。そこまで厳しいか。で、一応ですね、まあ、さっき手に入ったキャラクター見ていきましょうか。青のこちらですね。可能なんて読むんだろう。貞治ジョージ、ちょっと読み方がわからないんですけども、こちらダメージ軽減無視で、反撃をしてくれると。で、特性の方が HP30% 以下の時に自分の攻撃力が 5% アップってことで、まあこちらもね、大変使いやすいキャラクターではないでしょうか。うん。あとは桜が手に入ってましたね。桜。こちらは、緑属性になってます。で、回復タイプで、シャーナローってことで、敵単体回復力に応じて 200% のダメージを与えると。で、友情技が HP 回復してダウンの解除。で、特性がボスバトルの時に自身の回復力が 10% アップすると。まあ、本当にね、回復特化のキャラクターですね。まあ、この時はまだあれかな。まあ、攻撃の時じゃない時なのかな。が新しく手に入ったキャラクターかな、今回。はい。まあ、てなわけでですね、本日、まあ、15時から来てます、新キャラのね、ピックアップガチャやってみたんですけども、いかがだったでしょうか。まあ、皆さんはね、どうでしょうかね。ガチャ引いた人、ナルトとか、まあ、気に入ったキャラ当たりましたでしょうか。まあ、自分はね、ちょっとナルト狙ってたんですけども、まあ、引けなかったですね。まあ、星5的には当たったんですけど、まあ、そうですね。やっぱりね、狙ってたナルトが欲しかったですね。なので、またね、ちょっと近々ガチャの方はリベンジして、ぜひともね、ナルト当てて育てておきたいなと思います。で、もう今後ね、カカシが来ることが決定してますので、まあ、カカシにはね、おそらくナルトが、まあ、相性いいはずなので、
そちらまでにはね、入手してなんとか育てておきたいなと思います。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。まだチャンネル登録されてない方いましたら、画面右下の私のアイコンの方をクリックしていただくか、画面左上の方に丸いアイコンの方がありますので、そちらの方をクリックしていただけたら大変嬉しいです。また、動画の左下、右下の方に動画の再生リスト、動画の方がありますので、そちらの方もご視聴いただけたら大変嬉しいです。それでは皆さん、またねー。